さっきのホールさ、はい、同点が出たさ、忘れてたにゃということだよね。そうにゃ、喋りたくないにゃ。ドライバーがないと楽しくないね、ゴルフ。うん。ああ、どう？ドライバー。よかったにゃ。すごいやにゃ。自分で言っといて、すごいやにゃ。だって言い出しちゃったんだもん。すごいにゃ。もう自分でなっちゃったら、多分やりきるしかないね。それにゃ。ドライバーでいきます。よし、本気出そう。もうだんだん顔が見えなくなってきてるにゃん。これカイトだ。あの影というか、はい、太陽の感じで、うん、西日がね、はい、カイトここでいくつ？真ん中です。あ、いいところ。すごいね、よく見えたね。はい。にゃ。ちょっと逆にしてみて。あ、うん、カメラ。自分で見えるように。サングラスかけて。やばいですか？え、かわいい。ほら。わかんないな。あんま見えないけど。めっちゃかわいいんだけど。たんだけど、サングラスってなおもろい。かわいいにゃ。かわいくはない。かわいい、かわいい。うまい。うまいにゃ。なんか痛いよね。ガサガサやらなかった。うん、当てる勢いでやります。うまい、うまい、ナイス。よしよしよし、まずきよしよしよし。すごいとこにある。弱かったね。低い球出てしまう。うまい。仕方ない、これは。うん、落書きだな。なんで？俺入れパーだよ。私これ入れバーディー。あら、あら、入れバーディーだ。そうだよ。俺絶対入れなきゃいけない。パー5。パー5。お、はい、53も入れバーディー。そう。外して頑張れ。顔
噛んでたよ、さっき。エキゾチックジャパンだろ。ほぼまっすぐよね。お願いしますにゃ。いやいや、わかる。クソ痛い。マジで痛い。お願いしますよ。入れれば外せって外せ入れれば外せにゃ外せば俺外せにゃここ入れないと曲がるにゃここいにゃそうにゃいや集中してた今その時は本当に書かれたくないにゃナイスバーディーナイスバーディーイエーイ俺より先にバーディー取ってきやがったやめとけナイスバーディーえ、じゃあこれ書かれるの誰にゃ誰の誰にゃえハーで書かれるって厳しいね厳しいにゃユキ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 にゃ私もうすぐ年だなせーの1、2、3綺麗に3本いったねいや、薄い私はやっぱり右側いや、私はやっぱり真ん中に目って絶対必要だと思うの思うんですよほくろみたいなの、大きいのせーの、1、2、3ちょっとさ、線完成させてくんないいいよ、あ、書いていいよどういう方がいいせーの、1、2、3もうね、マスクでもかっこいいマジ私何もしてないんですけど今日かわいいにゃありがとにゃよし行きましょうやばいです。さよならです。ボール取って。空振りしかけた。あれ黄色でいいよ。上の籠入れた。あ、なんだろう。さっきめっちゃコツつかんだのにな。うん、点数。また耐えなきゃいけないよ。うまいね。あ、バーディーの人を差し置いて先に行きます。これは気持ち悪いですね。狭そうですね、ちょっと時間がかかりすぎてましてですね、めっちゃ混んでましたもん、ね、そう、大人気のコースだったので、うん、ちょっと、日没、そう、このホールまでかな、うん、4時、5時までゴルフをラウンドしてるなんて考えてもなかったから、うん、そうだよね、それぞれみんな予定というものが、うん、そう。7時でも間に合わない説あるもんね。あるね。ということなので、短縮競技ということになり、はい、このホールが最終ホールということで。はい、楽しかった。いや、楽しかった。でもなんかこのままこの落書きを続けるのも結構さ、大変。結構楽しかった。書くものもなくなってくる。そうだよね。あ、サインしないんじゃない？え、バンカーにある。マジか。私ギリギリ手前だった。
最後の最後にカイトさんに落書きできるんじゃないでしょうか。楽しみです。145番言うてみて、はい、登ってるんで150ぐらい打っちゃおうかな。ダメだ。7番や。はい。上がるかな。おお、完璧じゃない。いい感じですね。わあ、すごい。ありがとうございます。今めっちゃ良かった。はい。65ヤード、60度。これ雪隣接あるな。なんで。ごめんね、私のせいだわ。3番目です。うまい。まあ大きいかなこれは。ダボ？ダボです。私がこれを入れればいいんだね。お願いしますよ。入れないでください。じゅんさん、さっきもやっちゃってんですから。これ外したら雪輪かきで、入れたら俺かきだ。入れてください。マイ失礼します。うぜ、今ボソッと、なんで急にマイ失礼します入ったよ。ナイスパーです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。初めてカイト君負けました。落書きをしていく。パフパフ。じゃあなんか多分可愛いのした僕、ニコちゃんマーク。そしてそして。ジュンちゃんこっちの。悲しい。まあ、その急に強気。確かに。どこ？今眉毛かな？一番わかりやすいのは。つなげた。つなげよ。せーの。1、2、3。これ臭いね。でもなんかちょっと目バッチリしたんじゃない？うん、顔中に点々いっぱい描けた。最悪、最悪それ。ね。3秒だよ。あれ1、2、3。こっちは痛い。これ痛いね。え、反対もですか？そう、反対も。あと何でもいいよ。何がいい？怒らせるか。うん。あ、イカゲハグつける。いいね、いいね。いきますね、はい、せーの。1、あー、全然つかん。3、怒った。怒った。どれ？怒ってる。怒ってる。おこなの？なんで怒ってんの？おこだよ。おこだよ。
あの、やだこれ。そうなの？ええになんか青木純ワールドにちょっとここまで飲み込まれるかってぐらい引っ張られてきましたね。けどすごく楽しかったです。また呼んでください。急に、うん、持ち上げてきたんだけど、なんだろう。分かる、なんか純さんワールドって絶対ある。分かる。あ、本当、うん、ある純の部屋。そう。どうでしたかカメラマン。ゆきりん、いや普通に薄すぎでしょ、これは。弱くないですか。かわいい。いや、私は今日真面目にカメラをしに来ただけなのに巻き込まれました。誰のせい。みんなのせいです。みんなのせいだって。はい、まあね、ゲーム性あるラウンド動画でができたんじゃないかと。面白い。そうですね。いつもみんな本気でしたもんね。本気でしたね。なんか、落書きも本気だし、プレイも本気だし、プレイも本気だし、楽しかったです。楽しかったね。じゃあまたなんかこういう、じゃあ今度ね、チーム戦でやろうか。ああ、2-2で。そうだね。負けた2人がやっていく、うん、やっていく、やっていく、やっていく、書いていく。かっこにちゅう。だ、最後巻き場をないよ。そう、ということで、はい、また次の動画も見てね。見てね。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。顔が可愛いなって思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。バイバイ。バイバイ。もうテンションがおかしい。おかしいよね、ハイだもん、少し、はい、さあ帰ろう帰ろう。顔として飲んでる。今日お世話になった長江ゴルフクラブ、ゴルフ場の横に宿泊施設があります。はい、宿泊施設です。はい、そう、ここです。こっちが1番ホールだよね。はい、そうそうです。あっちが1番ホールのここに、そう、横にあります。で、そこでバーベキューができたり、そうそう、します。はい、します。バーベキューができて、あ、あります。はい、こんな感じでここに何部屋か、確か6部屋ぐらいあったのかな、うん、それぞれ泊まることができてって感じで。一度泊まりましたもんね、私たちも。泊まりました。楽しかったですよね。楽しかったです。はい、そこでバーベキューしたり、そう、ゴルフしてご飯食べて泊まって帰るっていう、そうそうそう、っていう感じです。ゴルフホテルがついております。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この顔がまた見たいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。